何やってんだ。俺の風呂で気になってた同僚美女をお持ち帰り。転がり込んだチャンスボールの衝撃の訳とは。オス、カイト、今日もいいシリー。ちょっと挨拶代わりに触らないでくださいよ。俺はカイト、最近なぜか会社で男に尻を揉まれるけど、それ以外は普通の会社員だ。そんな俺だが、最近気になっている女性がいる。それは、あ、カイトさん、この間言ってた資料持ってきましたよ。この人、隣部署のミュウちゃん。電車でよく見るなと思ってたんだけど、最寄り駅も一緒で家の方向も一緒ってことが最近発覚。だんだん話したりするようになったんだ。とは言っても彼女結構無口なたちだから、まだ心の距離はしっかり感じてる。なんとかしてお近づきになれないものか。事件が起こったのは金曜日のことだった。俺が家に向かっていると、あれ、ミュウちゃん何してるんだろう。カイトさん、私鍵なくしちゃったみたいなんです。事情を聞くと、部署の飲み会でかなり飲んだっぽくて、気づいたら鍵がなくてエントランスが通れないらしい。てか泣きすぎ。ミュウちゃん泣き上戸か。私今日どうしたらいいんですか。私のお家慌てて俺はついこう言ってしまった。こんなところにいるのもなんだし、どうする、俺ん家近いけど。お邪魔します。本当に来てしまった。まさかこのまま俺たち、いやそんな都合よく考えるな。いつも通り過ごそう。結構いい時間だし、俺先風呂入るね。はーい、覗きませんから安心してください。酔ってるミオちゃん、キャラ可愛すぎ。だがそれがいい、可愛い。やっ、はー、いい匂い。実は私隠れ匂いフェチなのです。でも行かないでね。女性の3人に1人は匂いフェチの自覚があって、潜在的な匂いフェチを含めると 60% の女性が当てはまると言われるメジャーな性癖なの。私の友達にも多いよ。朝の電車や車内で人漂うカイト君の香りいいなって思ってたら、気づいたら彼を目で追いかけてた。ちゃんと伺ってたけど、こんな形でお家に上がれるなんて。上がったよ。やば、見られた。あ、じゃあ私もお借りしていいですか。今のってもしかして兄ちゃん俺のこと。いやいや、そんなわけ、何かの見間違いだ。危ないとこだった。さてシャンプーはこれかな。なんかおしゃれね、ポーチのシャンプーなんて珍しい。この匂いは、これだ、彼の匂い。はぁ、匂い、これだよ、これこれ、カイト君の匂いだ。お風呂で何やってるんだ。ちょっとの量でもすごく泡立ち、ヘッドスパみたいなこの洗い心地、私のよりいいシャンプーじゃん。いいシャンプー使ってるんですね。髪サラサラになっちゃいました。お風呂場もおしゃれだし。やば、可愛すぎる。あれ、美容師の友達が教えてくれたメンズシャンプーなんだ。アミノ酸系の厳選成分で髪にもいいらしくてさ。そう、俺が使っているのは芸能人も密かに愛用しているという秘密のシャンプー。芸能人やモデルって1万円近いシャンプーを使っていることが多いみたいなんだけど、俺が使っているのはそれよりぐっと安いのに品質では負けてないっていう一品。中身には徹底的にこだわった上でパッケージとかでコストカットしてるらしい。でもそれが逆に新しさとかっこよさを生み出しているよね。しかもそれがまさかのメンズ向けってことで、美意識高い男子の間で超話題なんだ。実際インスタを見ると、いい匂いだねって女の子にめっちゃ言われる。誕生日に彼氏にプレゼントした。匂い最高。評判通り、すでに今年のベストバイ。こんな感じで高評価の嵐。コスモプロフアワーズという世界最大級の美容展示会でも参加608ブランドの中からグランプリを受賞。そのシャンプーこそバルクオムシャンプー。実際彼女も、私カイトさんのいい匂いの秘密分かっちゃいました。こんな天使の笑顔を俺に向けてくれている。そろそろ寝ましょうか。寒いし一緒に入ってもいいですか。この展開は、女性って男の 1.5 倍も鼻が利くらしく、ほのかな香りをしっかり感じてるそう。だからバルクオム特有のほのかに香るフローラルフルーティーの香りは女受け抜群ってことみたいだ。カイトさん、ミオちゃん、こうして俺たちは結ばれた。本当に幸せだ。モデル、タレントも愛用してるっていうバルクオムシャンプー、気になる値段だけど、店頭やアマゾンで買うと1本3000円。ちょっと高めだよね。買うか迷っちゃうな。そんなあなたは注目。この動画をここまで見てくれた人だけにお得な情報。実はこの動画下の青いボタンから他のどこにも公開されていない秘密のページに行けるんだ。そこでは YouTube 限定のスペシャルキャンペーンが開催中。そこでは3000円のシャンプーがたった980円で売られてるんだ。しかも同じく3000円するトリートメントが丸々1本ついてくる。合計6000円のものが980円で手に入るんだ。すごい、そんなに安いの。これは嘘じゃない。嘘だと思うなら青いボタンをタップしてその目で確かめてみてほしい。980円っていうと小さいサンプルみたいなのを想像するかもだけど、たっぷりフルサイズ2ヶ月は余裕で使える量で980円。この秘密のキャンペーンは在庫が限られてるので、この動画はわずか 0.05% の人にしか配信されないらしい。なのに買う人が多すぎて在庫がどんどん減ってるとのこと。この動画スキップすると二度とチャンスはないかも。ページを開いて売り切れてないか確認してみてね。ちなみに申し込み方法は超簡単。動画下のボタンから行けるページで Amazon Pay もしくは簡単なフォームを埋めるだけ。1分で申し込めるよ。Amazon で普通に買うとシャンプーだけで3000円だけど、この先のページから買えば同じように Amazon ログインして Amazon Pay で払うだけで980円なんだ。こんなチャンス逃す手はないよな。在庫なくなり次第終了の YouTube 限定キャンペーンだから、品切れになるともう980円では買えなくなっちゃうかも。
気になってるなら今すぐ申し込んで毎日いい匂いのする髪を手に入れてね。シャンプーとして高品質だからバルサイムを使ってる妊活師も結構いるみたいだよ。セットのトリートメントも香り最高だし、清潔感あるツヤが出ていいの。それに彼氏にシャンプー選ぶなら私なら迷わずバルコームかな。俺は定期配送で2ヶ月に1回届けてもらって切らさないようにしてる。バルコームは定期購入だけど購入回数の縛りがないから髪に合わなければ初回でキャンセルもできるし安心ね。返品キャンセルなどの相談はこの電話番号だから念のためスクショしとくといいかもね。繰り返しになるけど980円キャンペーンページは非公開だから後で気になって検索しても絶対に見つからない。今すぐ動画下からチェックするのがおすすめ。もし今まで市販のシャンプーを適当に選んでたなら普通に市販のものを買うより安く試せるから一度試してみてね。締め切りがやばい。何もアイディア出てこない。すみません、私アップアップです。ほら、折り上げは？クリエイティビティ上がるよ、センスアップ、シーリングアップ、アップアップ折り上げ、アップアップ折り上げ、天井高くて気分も爽快、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 猫もシャクシも超折り上げ天井か。折り上げ天井の家、東栄住宅。